誕生日になったらお友達とご飯に行ったりしてお祝いしてもらうんですけど、今年はまあコロナもあるんですけど、まあこれのためにちょっとでもダイエットしようかなと思ったり練習したりしてて、まあ、全然ご飯にも全然外食もせずに来たので、まあ、なんか自分的にはあらまだ年取ってないかなみたいな感覚でいるんですけども、1曲目、リンダ・ロンシュタットの That Will Be The Day という曲を聴いていただきました。リンダ・ロンシュタットは、西海岸 の, そのロックの歌姫的な存在なんで、70年代に結構活躍された方なんですね。ですごい可愛いんですよ、リンダ・ロンシュタット。まあ後でちょっとねググっていただくといいかなと思うんですけれども、でそのリンダ・ロンシュタットのバックを務めてたことがあるバンドが後にイーグルスになるんですけれども、まあ、イーグルス多分皆さんねより有名なのでご存知かと思いますけれども、まあリンダ可愛いんでちょっとイーグルスのメンバーと関係があったとかなかったとかそんな話もありますけれどもではイーグルスの私の好きな曲をデスペラード Desperado Why don't you come to your senses You've been avoiding thousands For so long now Oh, you are wrong I know that too much reason You feel out of prison You can't do somehow受賞した時にアレサ・フランクリングがまだ生前
なんだっけな、You make feel like a natural woman を歌ってくれて、もうキャロルがもう本当にうわー私の曲よわーってすごいこう感動していたっていう、はしゃいでたシーンがすごいこう印象的な感じなんですけども、まあ、キャロル・キング、その1971年です、1年でしたかね、タペストリーというすごい有名なすごい売れたアルバムがありまして、もう本当にそのアルバムもみんな全部曲いいのばっかりなので、もしお持ちじゃない方はタペストリーぜひ聴いていただきたいなと思います。タペストリーの中から It's too late。Just to pass the time, then something wrong here can be a denied. One of us is changing, or maybe we just stop dying. And it's too late, baby, now it's too late. But we need to make it. Something is
over again and feeling right。
Yeah.